リンリン、ハローパン、ラレール、リンリンパラレルのリンとです。はい、本日もシェフィーさんの動画。シェフィーさん動画率ちょっと多めね、最近ね。はい。で、まあシェフィーさんね、ファンも多いっていうのと、まあ結構動画を撮るときに落ち着いてくれている。まあ今ちょっとそんなにすごい落ち着いてるわけじゃないけれども、まあ手の上にいてくれたりとか、まあ慣れてくれているっていうのもあって、この子の動画がちょっと多めです。まあ、袋ももんがちゃんたちが慣れていないわけじゃないんですけど、袋ももんがちゃんたちどっちかっていうと活発、まあ出すときって活発にしてて、まあポーチから出すと、そもそもポーチの上にいるのっていうの、ポーチの上で、ポーチの中から外に出しちゃうと、外にいるのが落ち着かないんで、ポーチに戻ろうとしたりとかっていう形なんですよね。で、例えば動画撮るときにこう手元に置いたりっていうふうにすると、やっぱりまあここにずっといてくれるようなタイプではないので、っていうところでございます。で、シェフィーさんは、まあこうやって動きはするんだけど、なんだろう、大暴れしてあっちゃこっちゃ行くっていうことがないので、まあ、腰を据えて、こうやって撮影がしやすいんですよね。なので、まあ出る率も多いかなと。で、他の子、まあコウモリちゃんは、結構こう、抱っこの仕方が嫌だと暴れるし、まあ、コウモリちゃんのね、指に、こう、足をね、引っ掛けて逆さでずっと痛いっていう状態なので、この逆さの状態があんまりこう気持ちいい魚の状態じゃないと、なんか居心地が悪いのか、こう、まあポジションをね、自分の多分ポジションがあるんで、そのポジションに合わせようとしたりとかっていうことをするので、結構こう、まあ落ち着かなかったりっていうのがあるんですね。で、だからその時その時によって、その子のポジションのいい位置っていうのがあるみたいで、うちのマナちゃんのね、マナちゃん、こうすると映る。マナちゃん、映んないね。マナちゃん、ここ。ここの今、反射してるこれね。ここにマナちゃんいますけれども、こうした方が映るのか。あ、こうした方が映るね。はい、マナちゃんのケージね。ありますけれども、マナちゃんは、ほんと、ポジションがあんまりよろしくないと、抱っこというか、おとなしくこういう風にはできないし。あと、レオパー、うち2匹いて、ロペとルフっていう風にね、白い子とちょっと黄色めの子といるんですけれども、まあ、トレンパアルビノの子と、もう一匹が、マックスノーですね。スーパーマックスノーではなくて普通のマックスノーにはなるんですけれども。っていうところで、まあ、おとなしくは、まあ、その二人もね、あんまり手のひらでずっとおとなしくしているタイプではないので、動画を撮るときっていうのは、うん、結構、こう、乗せてゆったりっていうのは難しいかなと。まあ、ただ、フクロモモンガちゃんやコウモリに比べてぴょんぴょん飛び跳ねたりとかバタバタしたりとかっていうのがないんで、まあどっちかとは手のひらとかこの辺にいてはくれるんですけど、まあこれぐらい大きいわけじゃないのでちっちゃいので、ちょっとサカサカカサカサカサって動いて、ヒョウモンとかゲモドキもね、カサカサカサって動かれた時にこうポロンって落ちちゃうと危ないなっていうところ、まあこれぐらいの高さから落ちる分だったらいいですけど、このまま床の方に落ちちゃうとやっぱりあまりよろしくはないので、人間で言ったらね、すごい高い階層からね、地面にベタンと落ちてるっていうわけなんで、怪我する可能性だってあるじゃないですか。人間だって2階、3階とかから落ちたらね、怪我しますから。なので、そういう風にはならないようには、って思っているので、まあ、なかなかこうやって手のひらに乗せながら、まあ、ハンドリングはするんですけど、まあ、動画を撮るってなった時ね、腰を据えて動画を撮るっていうのはなかなか難しいなっていうので、あんまり出してないっていうところもありますね。まあ、あと、まあ、普段、夜行性なんで、めっちゃ寝てるっていうのもあるんですけれども。っていうところですかね。まあ、あと、サンショウとイモリに関してはね、あんまり触るタイプの子ではないので、まあ、あんまり外に出てこないかなっていうところですね。本当に、見て楽しむっていう形なので、たまにね、まあ、観察した動画っていうのは、上がってますけれども。どうした？喧嘩してる？喧嘩というか、細かい小競り合いしてるね。で、多分今の声はパッちゃんで、一緒にカップルで入れてるハロくんがですね、しつこかったんだと思います。ハロくん、求愛行動が激しい子なので、その求愛行動が嫌だったんでしょうね。それはよく聞く声なので、求愛行動で怒ってるなって感じですね。はい。で、シェフィーさんはね、いつもこんな感じで慣れてくれております。ほぼね、犬か猫みたいな感じなんですよね。多分この動画が上がってる前に、私の頭の上にいる動画もね、上がってると思うんですけれども、ほんとなんか、ゆっくりしてくれてますね。まあ、あとはね、結構手のひらの上にずっといてくれるっていうので考えると、セーブシシバナヘビのうちのサナちゃん。サナちゃんは結構、
手のひらの上でいてくれるんで動画は撮りやすいですね。うん、やっぱね、この子は動画の撮りやすさがすごいあるなって思います。うん、ほぼ犬猫のようにね、こんな感じでいてくれるんで、顎クイクイやってもね大丈夫になりました。で、実家帰ってね、親に見せた時にも、うん、慣れすぎじゃないっていう風に言われて、で、父ちゃんも母ちゃんもね、触ってくれたし、弟も触ったりもしてましたけども、本当に危ないなっていうことはちょっとこの子はなくなってきましたね。なんか、まあ一応ね、注意として口元を触ると、たまに口開いて噛むかもしれないよ、みたいな話はしてたんですけれども、ただ最近ですね、この口の周りも、こう、脱皮皮が余ってて、こう、自分で取ってあげたりするんですけども、最近そんなにバクッとは来なくなりましたね。あとバクッと来る前に、なんだろう、予備行動って言ったらいいんでしょうかね。あの、攻撃しますよっていうための最初の行動みたいな行動がありまして、その攻撃をすぐするんじゃなくて、一回ワンモーション入るようになりました。そのワンモーションが何かっていうと、口を一回パクッと開けます。この先端をね。で、してからバクッて噛みつくようになりました。なので、やだよ、やだよ、やだよで口を開けて、バクってくる感じ。まあ、安心しすぎてると、多分バクってされると思うんだけど、あの、慣れてきた時っていうのが一番危なくて、あの、慣れてきた時こそ噛まれちゃうんで、そのまんま。でも、この子は本当、今、最近は、口周りをこうやって触っても、大丈夫ですね。まあ、今、油断しないようにね、あの、触りながら撮ってますけれども、油断してるとバクってくる可能性あると思います。本当ね、最近もう、ちょっと嫌がりますね、こうやってね。ちょっとは嫌がるけど、その程度になりましたね。なんだよ、やめてくれよ、って。で、これは多分続けすぎると、嫌だよっていうことを続けすぎると、バクってくるとは思いますけども。あの、最近ほんと減りましたね。なので、この辺の脱皮皮を剥がすときも、最近剥がしやすくなりました。で、結構ね、ここの辺を自分で石とかね、壁とかに、あの、擦りつけて取ろうとするんですけど、なかなか取れてなくて、かゆそうなんですよね。で、自分の回して、こう、カリカリみたいなことをするんですけど、まあ、それでも取れないので、まあ、こういうね、ピンセットを使って、少しずつこうやって取ってあげて、で、温浴しながら、あの、脱皮皮を取ってあげるようにしてるんですけど、最近ほんとそれすらなくなり、なんか、あの、噛みつくっていうのはなくなりましたね。まあ、こうしてると、口開けてガブってきそうですけどね。でも、ここを触れるようになったっていうのはでかいと思います。多分なんですけど、サバンナモニターでも、サバンナモニターどちらかというと温厚な子が多い種ではあるんですよ。他のサルバトールモニターとか、ああいうのに比べると、あの、本当に温厚な種類だと思うんですよね。その大きいモニター系の中では。まあ、しかもその、モニター系の中でもどちらかというとちっちゃいと思うんですよね。すごく大きくなる種っていうところではなくて、多分飼育下だと1メーター行くか行かないかぐらいだと思うんですよね。うちの子でも今60あるかないかぐらいまで来てますけれども、60、50ちょっとだったかな。まあですけれども、本当に飼育環境下だと大きくなっても90センチ、1メーター10、10センチぐらいを見たかな、でも。ただそんなにすごい大きいってこと、子は少ない種ですね。でも他のね、水オオトカゲとかそういう系だと本当にでかくなるタイプが多いんで、で、しかも、なんだろうな、大きくなると落ち着きはするものの、落ち着いているだけで、なんだろう、大暴れをしないかったら、そういうわけではなくて、で、やっぱり、そういう子たちって口元をこうやって触ると嫌がって噛むことが多いと思うんですよね。で、結構なんだろう、ご飯あげるときも、バクってきちゃうんで危ないよ、みたいなところで、まあ、コミュニケーション取れなくはないけど、みたいな子がね、多い印象なんですけど、この子は、まあなんか、なんだろうな、他の子に比べるとより一層人慣れしてくれてるような気がします。まあある一定のね、爬虫類っていう、まあカテゴライズのボーダーラインでいくと、噛まれる可能性とか、あとはまあ人に懐くっていうことはあんまりないと思うんですよね。爬虫類、両生類。あたりって。で、なんだろうな。社会性を特に持ってる、動物たちっていうのは、その社会性を持って、まあ、人に懐くというより慣れてくれている。あとは、自分と同種、あとは危なくないっていうふうにこっちを思ってくれるっていう感じですね。なので、
慣れてくれますけども、あとはまあおやつをくれたりとか何かしてくれる人っていう認識を持ってこっちに接してくるので、まあいわゆる懐くっていうことがねあると思うんですけど、コウモリとかね。ただあのトカゲとか、まあ、爬虫類両生類って社会性が特にあるわけではないので、群れでの行動っていうのが多くある動物ではないので、するとそのまあコロニーを持ったりとかコミュニケーションを取ったりっていうことが少ない生物って考えた時には、なんていうんですかね、まあ人になれるけど懐きはしないっていうカテゴライズかなと私は思っております。なんですが、なんだろうな、動物ちゃんたちをこう甘く見てる人とかもいるんですけども、おそらくなんですが飼い主であるだとかこっちの感情っていうのは動物ちゃんたちって見入ってる気がするんですよね。こっちがこうイライラしてるとか、まあ悲しい気持ちとかっていうのは、まあフクロモモンガコウモリちゃんたちは多分特に理解、あと犬猫とかも特にそういうのは理解してくれる生き物なんですけど、正直トカゲちゃんもヘビちゃん、セイブシシバナヘビもある程度は理解できなくはないと私は思ってます。すり寄ってくるまではいかないにしても、なんだお前今日なんか機嫌悪いなみたいなのは雰囲気を察することができてる気が私はしてます。でそれを見た時に、あーなんか察してるっぽいなみたいなとか、あとはまあこっちをね理解してくれてるのかなっていう行動はちょいちょい見れるので、まあ懐くなれるっていうカテゴライズはあると思うんですけども、あのやっぱりこっちが愛情を持って接してあげると答えてくれるような気はしてます。特にそのこの子がそれかなと思ってて、本当になんかこう触っていくうちに慣れて、でこっちに対して、アクションを起こしてくれているなっていう雰囲気を私は感じています。だから多分この辺をこうちょっと触ったぐらいだと嫌だけど怒らないっていうところで、ご飯じゃないっていうのは分かってるんだ、この指を。この指をね。ご飯じゃないって分かってるからパクッとは来ないんですよ。で、あのご飯と勘違いして噛みつくっていうこともなくなったし、そこまで嫌じゃないからすぐ噛みつかなくてもいい。ただしつこくしすぎたら嫌だからバクってくるみたいな。だから突然こうバクってくるっていうことはこの子はなくなった気がします。だからそこだけ見るとやっぱりこう普段たくさん接してあげることによってだからそういう風になってくれたんじゃないかなって、まあなんて言うんでしょうかね、こっちの愛情に対して応えてくれているっていうところだと思います。だから実家連れて帰った時も本当慣れてるねってうちの母ちゃんとかはよく言ってくれて、まあ母ちゃんトカゲ嫌いなんですけどね、あのトカゲとかそういうのはすごい苦手な人で、でもそれでもちょっと背中触らせてよって触ってくれたりとかまあしたので、それぐらいできるくらい、なんだろうな、怖くないっていう風に、多分母ちゃん的にはトカゲ怖いなとか触りなんかそういう気持ちだったみたいなんですけど、そういう気持ちが多分なんですけど薄れたんだと思うんですよ、私とこうやってずっと一緒にいるので。実家帰った時なんですけど、あのまあ指の炎症も見られたので薬塗りたくて連れて帰ったんですけど、別に薬塗らない時もあのリビングで、実家のリビングでちょっとテレビ見てる時もご飯食べる前くらいもねこうやって乗せながら一緒に過ごしてたんですよ、ずっと。であのフクロモモンガとかコウモリちゃんに比べるとあっちゃこっちゃ行かないんで、ほんとずーっとこの辺にいてくれるんですよ、こうやって。でなのでずーっとこの辺にいてくれるんで、まあ安心感もありますよね。あのどっか行っちゃって大変っていうことが少ないっていうので、でフクロモモンガもコウモリちゃんもまあ大きさ的には小さいのでどっか行っちゃうとね、あのなかなか大変なので、でもうこういう風におとなしくはしてくれるタイプではなかったのであまり出さなかったんですけど、この子はねこうやって落ち着いていられる子なので、まあ、落ち着いていられるんだったらちょっと出しとくかっていうところで出して、でまあ私自身がねこうやってペットと触れ合うっていうのが大好きで、動物と触れ合うのが本当に大好きなので、まあずっと触っておりました。うん、実家では本当ずっとこいつシェフィーはねこうやって抱っこしてましたね。ほぼ犬なんで、うん、取る行動がね、うん、なんか私は犬だと思ってます。
うんと可愛いよね。今もすごいおとなしくしてくれてて、特に怒ることもなくてね。荒れてる子とかだと多分こういう、まあ、抱っこの仕方、ちょっとごめんね、こうやって抱っこして、こういう風にね、不安定な状態だと、不安定な状態っていうのは嫌いなんですよ、まあ、当たり前ですよね。足がどっかにつけられてるわけじゃないので、不安定でこうなんだろう、落ち着かなくなると思うんですけど、この子はねそれがなくなったんですよ。結構他のトカゲちゃんとかこういう持ち方とかすると、もう尻尾も足もブラ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 して、で尻尾で攻撃してきたりとかっていうのもね全然余裕であるんですけれども、この子こういう抱っこの仕方をしても落ち着いてて、テールアタックもね、もう嫌だったら尻尾触っただけで尻尾をパチンってやってくるんですよ。私はもう足もバタ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 させたりだとかっていうのなんですけど、この子は割とねそういうのがなくて、こういう感じでねおとなしくしてくれております。まあ、ちょっと登ろうとしたりとか、こう安心できるところに行こうとするっていう行動はありますけども、ほんとそれぐらいですね。で、ほんと落ち着く場所を見つけたらそのまんまゆっくりできる子なんで、こうやって。まあ、ただ安心しすぎるとね、もしかしたらいつかパクってされる可能性はあると思います。この状態で大丈夫だと思っててね、顔の前にこうやって手をやったりとかしたら、ここをパクってね、噛まれたなっていうことはあり得るかもしれないですけれども、そこは人間側が気をつけることなので、それはね、人間側が気をつけながら触れ合っていくっていうところかと思います。ほんと、人慣れして犬みたいな子ですね。まあね、今日ちょっとあんまり、なんていうのか、いつもに比べると取り留めのない動画かもしれないんですけども、うちのシェフィーさんは犬っぽいなっていうところでね、なんかすごい慣れてるなっていうところで動画回してみました。一番多分この子が動画通して、こう、映像にしやすいですね。うん。まあただ、そういう風にね、映像にしやすいっていうのと、まあこうやってね、一緒に戯れてくれて、私に癒しを与えてくれる存在なので、私もね、より一層この子の健康をね、考えながら、長く生きていただけるようにね、ちょっと精進していきたいと思います。結構こう、脂肪分でね、亡くなってしまったりっていうのを聞いたことがあるので、まあ、サバンナモニター自体の飼育っていうのは私は初めてなんですけども、事例だったりっていうのはやっぱりネットで上がってる情報がかなり多くて、で、実際に飼育されている方、あとは動物園で飼育されている個体とか、こう、そういうのもね、いろいろお話聞いて、で、動物園にいるサバンナモニターが、いるんですけれども、いたんですけれども、まだ生きてるね。うん。そのサバンナモニターの飼育を飼育員さんにちょっと聞いたら、やっぱりこう、何回か、代替わりっていうのはしてるって話をされて、実は中にいる個体が変わっているっていうことはありますって言われて、で結構こう長くは生きないんですよねみたいな話もちょっとその飼育員さんから聞かせていただいて、ああそうなんだってなりましたし、だからそういう部分はやっぱりあるので、うん、そこはね実際に聞きながらやっていかなきゃならないことだなとは思っていて、まずはね、ちょっと10年ぐらい生きていただけるように私はね、この子と生活していきたいなと現状思っております。まだね、うちに来て、もう今年の5月ぐらいか。で、1年にはなりますけれども、これからもね、気をつけながらこの子の飼育を進めていきたいと思います。はい、ということでね、シェフィーさんがかなり人慣れしているっていう感じで、とお話しさせていただきました。今もすごい落ち着いてるね、うん、そしてうちのねシェフィさん結構ファンの方が多いんで、ちょっとまたこのね動画はこれからも増やしていきたいなと思っております。はい、ちょっとタイトル悩みますけどね、今回の動画取り留めのない動画ではありますけれども、シェフィさんと私っていう感じでちょっと動画多分上げるかな。はい、よかったらね楽しんでいただければなと思います。はい。それではね、また次回もね、いろいろ動画上げていきたいと思っておりますので、よかったらそちらの方の動画も楽しみにしてくださると嬉しいです。はい。ということで、以上、リンとでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リンとでした。バイバーイ。